細海です。僕はドラえもんが大好きです。ドラえもんは面白いだけでなく知識を深めることができます。僕が初めてドラえもんを読んだのは3年生で、一度読んだら急にハマっていろいろ読んでみたくなりました。秘密道具を使って問題を解決したり、ドベタがピンチな目にあったり、この面白さを世界の人に読んでもらったら世界平和につながると思いました。なぜかというと、ドラえもんを読んだ人が日本と仲良くなり戦争が起きなくなると思うからです。僕は笑うのが大好きです。ぜひ世界の人に笑ってもらえたらいいなと思います。